こんばんは、なしめだです。今回はですね、また、モンストの絵を描いていきたいと思います。前回はですね、ルシファーを描いたんですけれども、まあ、残念ながら超獣神祭で出なかったので、今回はですね、すでに持っているマーリンを描いていきたいと思います。まあ、非常に、なかなかね、大変ですよね。ルシファーを引くのは。まあ、引いてる人は本当にすごい強運だと思うんですよね。ルシファーはね、多分他の星5より若干確率が低く設定されてるような気がするので、やはりあんまり出てる人を見ないですしね。まあ、とはいえ、星5の数自体が多いので、まあ、それでそういう印象を持ってる可能性もあるので、まあ、一概になんとも言えないんですけれども。まあ、マーリンはでも比較的若い感じなので、ルシファーより。ちょっと若い感じで描いていきたいと思います。なので、まあ、丸顔ですよね。マーリンっていうのは。どちらかといえば。丸い感じにしましょう。こんな感じで。そして、首ですね。首の、どんなポーズにしようかな。とりあえずカッターでしょう。カッター。もうちょっと下だな。で、もうちょっとこれ細い方がいいかな。そのまま描いていきます。最初は大体大まかな感じで撮っております。もうちょっと細身の方がいいかな。マーリンはでもあれなんですよね、服に隠れてる部分が多いので、結構なんかわからない部分が多いのは確かですね。では右手は髪をかき上げる感じにしておきましょうか。もうちょっとこれぐらい入ってていいか。でこんな感じだな。ここら辺でもいいのかな。もうちょっと細い方がいいかな。上げてるからもうちょっと上側にした方が良かったかもしれないな。はい、そしてまあ右手は、体の前に出していきましょうか。こんな感じで、まあ、ちょっとね、鉛筆なので線が薄くて見づらいかと思うんですけれども、さて顔を描いていきましょう。まあ若い感じなので、本当に若めの顔立ちで描いていきますよ。で、あと目ですね。
目は比較的大きめですね。大きめの目。ただ、進化前と進化後と若干印象が変わるんですけどね。大きめの目ですね。そして、左目と。あ、右目ですね、こちらは。右目と。もうちょっと広げちゃった方がもういいかな。大きいし。そして、まあ、眉毛と目は離した方が若っぽく見えますね。そして、またこちらに視線を持ってきます。周りはでもあれですね、髪型がフードに隠れてますね。進化も、進化前も。ですので、これもちょっと長髪というぐらいしかわからないですね。髪型自体もちょっとわかりにくい、本当に感じです。まあ、ボリューミーな髪であることは確かですね。ですので、この辺はとりあえずボリューミーに描いていきたいと思います。どんな髪型にしてもいいやっていう感じですね、本当にこれは。ですので、かなり、ここら辺はアレンジしちゃいましょう。もしあれですか、ツインテールとかにしちゃいますか。実際問題、こんな紙があるとすごい大変なんでしょうけどね、手入れとかは。はい、さて胴体ですね。胴体は普通の服を着せていきましょうか。今回は、まあ、ワイシャツ風な感じの襟でいきましょう。下だな。さて、そうだ、マーリン、脅威とか全然わからないな、マーリン。マーリン普通でいいか、普通の感じで。普通ぐらいの、ボリューミーな感じでいきましょう。そして、タイをつけます。なおかつ、ちょっと服を着せていきましょう。指だから、指の下に入っちゃうんですよね。
はい、そして長袖を両手に着せていきます。これはもう服に隠れるので、まあ大雑把な感じで、曲げなくてもいいな。そして右手はもうちょっと深く入っちゃっていいんだよな。ここら辺かな、本当は出てる感じな。右手もちょっと着せていきましょう。はい、そしてですね、上着を着せていって、だいたいまあいいでしょう。そういえばあれですね、あの365日であの顔合わせが100人復活するんですけれども、今実際あの367日で1年経ってるんですけれども、まだちょっとなぜか顔合わせをしてもオーブがもらえないんですよね。まあ、ですのでちょっとこれが不具合なのかどうなのかちょっとよくわからないんですけれども、まだ不具合情報が出てないので、まあはっきりとしたことはよくわからないですね。まあいずれにしてもあの100個はやっぱり大きいので、できるようになったら稼いでおきたいですね。ルシファーをね、取るためには、どうしてもオーブがいりますからね。まあ、その、なんだ、顔合わせが成功しない理由というか、365日ログインボーナスの、クエストもね、達成できてないんですよ。なので、まあ、そこら辺の原因がちょっと不明なので、まあ、あと数日経てばおそらく大丈夫だと思うんですけどね。放っておいても。うん。ではちょっとここら辺の、とりあえず一回仮に書いた、消してですね。この辺はちょっとシワを入れていきます。あとはこの服の柄ですね。柄をどういう柄にするかっていうことなので、まあ、それは
あ、いろんな付け方があると思うんですけどね。そこら辺も今書いていっちゃいましょう。どうだろうな。バランスがちょっとな、右手がちょっと違和感あるんですよね。なんだろう、なんで違和感があるんだろう。右手にちょっと違和感あるな。なるほどね。はいはい。まあおいおい直していきましょうか。紙はね、これだけボリュームがあるとすごい陰影ができるので、そこら辺をちょっとはっきりさせておくとより紙っぽく見えてきますね。まあ大体いいか、こんな感じです。はい、それではですね、ここでちょっと、一気にペン入れのところへ飛びたいと思います。はい、ペン入れ終えましてこんな感じになりました。はい、あとはですね、これにですね、色をつけていきたいと思います。はい、一通り、色をつけてみまして、こんな色合いにしてみました。からの、はい、陰影をつけたらこんな感じになりました。そうですね、今回はマーリンということで、ルシファーよりは比較的若めの感じの、キャラクターで描いてみました。うん。まあ大体いい感じでまとまったと思いますね。体型がよくわからなかったので、まあ普通の感じで描いてみました。そうですね。まあマーリンはもうすでに持っているので、まあそんなにね、まあどの程度強いかと言われると、まあ普通ぐらいのキャラだと思います。まあ、回復が使える木属性なので、まあ相手が、水属性でしたら、まあかなり戦いやすいといったキャラですね。まあ、とはいえ、本当にルシファーが引きたいので、次の超獣神祭では狙っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。